メロピデ要塞って怖いところだと思ってたけど、雰囲気を見るとそんなに悪くないところだよな。生活が安定してて、毎日ちゃんとご飯が食べられる。それに特別許可券でいろんなものだって買えるし、道理で囚人の大半がここを離れたがらないわけだぜ。あ、リオセスリのことだろ。オイラもあいつの腕は超一流だと思うぞ。見た目はいかついけど、実際に話してみると結構話しやすい感じがするし、あいつって監獄の奴らとはどんな感じで接してるんだろう。もしかして接する相手によって振る舞い方を変えてたりするのかな。だな。ここの人にルールを守らせながらも過剰に縛り付けてもない。そんな風に管理できるあいつは独自のノウハウを持ってるんだろうな。おーい、誰か手を貸してくれないか。あれ、今なんか声が聞こえなかったか。すまない、誰かいないか。手伝ってほしいことがあるんだが。やっぱり聞き間違いじゃないぞ。この辺りからだ。でも人の姿は見当たらないな。どういうことだ。誰か聞こえてるのか。おーい、こちら箱の中だ。箱？だから姿が見えなかったのか。よし、見に行ってみようぜ。なんで箱の中なんかに隠れてるんだよ。誰も通りかからなかったらいくら叫んでも意味ないぞ。ちょっと訳があってね。そこは聞かないでもらえるかな。いやいや、そこまでのことじゃないけど、ただ誰かに僕の帽子を探してきてほしくて。帽子を？でもなんでわざわざ隠れなきゃいけないんだよ。あ、わかった。お前って髪の毛がな。あ、ごめんごめん。なるほど、そういうことだったのか。ひひっ、だから顔を見せてくれないんだな。帽子か。よし、すぐ見つけてきてやるぞ。どんなやつなんだ。なんだか誤解してる気もするけど、まあ帽子を取り戻せるならいいか。つばのついた柔らかい帽子でね。色は茶色、デザインは割と普通のものだ。多分入り口のリフト近くで落としたんだと思う。ちょっと暑かったから帽子を脱いでしばらく休んでたんだ。でも気づいたらなくなってて。頼む、あの帽子は僕にとってとても大事なものなんだ。僕はここで待ってるから。安心しろ、サクッと行ってくるぜ。ないみたいだ。他のところを探してみようぜ。ここにはないな。水にも落ちてない。風に飛ばされて落ちたのかと思ったけど、どこに落ちてるんだ。それもそうだな。ハゲを見られたくないだけなら帽子があればいいし。よし、それじゃあラグ&ボーンショップに行ってみようぜ。確かあそこっていろんなものが売ってただろ。えっ、なんでオイラの考えてることがわかったんだ。お前どんどん意地悪になっていくよな。とりあえず
お店に行ってみようぜ。アルバードの兄貴は仕入れに行っててな。その間はいつも俺が店番してるんだ。ん？待った。金髪の外国人に空飛ぶジンジャーブレッド。お前たちがあの噂の旅人と頼もしい相棒のパイモンだな。そうだぞ。って違う。いや、半分正解じゃ半分違うぞ。ていうか、おいらジンジャーブレッドなんかじゃない、頼もしい相棒のパイモンだ。悪い悪い、やっと会えたもんだからつい興奮しまって。なんか気に障ることを言ってたら多めに見てほしい。俺みたいな下っ端が言ったことなんて気にしないでくれ。そこまで自分を卑下しなくても、おいらただ突っ込んだだけだから。お前たちがエリニュス島でやったことはもうとっくにメロピで要塞中に広まってるぞ。それにここに来た時、あの公爵様が直々にもてなしたらしいじゃないか。俺たちそれがめちゃくちゃ羨ましくてな。お前たちは今じゃ公爵様の大のお気に入りだって誰もが知ってる。みんなお前たちと仲良くなりたいって思ってるんだぜ。嘘をついてごまをするより正直に言った方がいいと思ってな。もともとはアルバードの兄貴が公爵様と仲がいいって聞いてここの店番を買って出たんだが、あれからかなりの時間が経ったってのに未だに公爵様とはあまり会えたことがない。ただ兄貴と仲良くなっただけだ。全く下心がないやつなんていないだろう。まあ相手に無理にすがってその目的を果たすつもりもないけどな。それでオイラたちに目をつけたってわけか。ああいや、それとこれとは別だ。お前たちに会えたのは本当に光栄だと思ってる。で、何を買いに来たんだ？あ、あるぞ。それで、他に必要なもんは？まあ、好きに選んでくれ。特別許可券のことは心配しなくていい。俺に任せとけ。そんなの悪いって。はあ、どうせ兄貴は給料を払ってくれないからな。いつも気に入った品を持って帰れって言うだけだ。最近は特に必要なもんもないし、その報酬はお前たちにやるよ。お近づきの印ってやつだ。じゃあ選ばせてもらうな。もうちょっと選んでもいいんだぞ。こんなチャンス、めったにないんだから。いや、これでオイラは十分だぞ。得をするのと、ただでもらうってのは大違いだからな。得をする方が嬉しいだろ？いいか？この問題はすっごく奥が深いんだ。でも、今はあいつが待ってるだろうし、パイモン心理学については、また今度にしよう。ああ、毎度あり。公爵様にラグ&ボーンショップのことをよく言っといてくれ。こんな風に評判を上げようとするなんて抜け目ないな。だいぶ時間がかかっちゃったな。箱のやつへっ、誤解してる気がしたよ。
そんな理由のわけないだろ。あれ、これ僕がなくした帽子じゃないんだけど。お前の言ってた帽子がどうしても見つからなかったから新しいのを買ってきたんだ。そうだったのか。わざわざありがとう。でも申し訳ないが、僕はあの帽子じゃないとダメなんだ。もしかして思い出の品だったのか。それはごめん、僕にもうまく説明できなくって。時間が惜しいから周りを探してみるよ。帽子ならさっき下で拾ったが、これはあんたのかい。公爵様、今日は特に用事がなくて、監獄内を見て回ってたんだ。俺の執務室は広いが、長く居すぎると、やはり少し窮屈でな。あんたらは相変わらずのようだ。助けを必要とする人がいれば、どんな些細なことでも首を突っ込む。これぞ冒険者の精神ってやつだな。おう、メロピデ要塞にも、ぜひ支部を設立してほしいもんだ。あんたら聖望の会にとって帽子は大事なもんだろ。不用意になくすのは良くないんじゃないか。次またこんな幸運に恵まれるとは限らないからな。わかりました。 ありがとうございます、公爵様。それでは僕は お先に失礼します。変なやつだったな。なんであんなに困ってたのか結局わからなかったぞ。もしかしてやましいことでもしてるのかな。どうしてお前を見た途端あんなにビクビクし始めたんだろう。まさか。その逆さ、聖望の会のやつらはトラブルを起こすこともなく積極的に労働に励んでる。むしろ俺は安心してるほどだ。あいつはただ内向的だっただけだろ。いきなり俺が目の前に現れて緊張したんじゃないか。え、内向的？内向的な犯罪者なんているのか？地上には罪が幾千とあり、犯罪者の動機も幾千とある。犯罪者っていうのはただのレッテルに過ぎない。悪も暴虐も利己もいずれも複雑な人間性を表現するには不十分なもんだ。彼がどんな人間でどうして犯罪者になったのか、彼の物語を知らない限り分かる術などないだろう。なるほどな。お前が気にしないなら別にいいけど。ああ、そういった類の組織は大半が犯罪者同士のいざこざを集団乱闘へと変えるだけのもんだったが、聖望の会は違ってな。あいつらは斬新で面白いことを試みてる。今時間はあるか。特別許可食堂に行こう。ちょうどあんたらとおしゃべりしたかったんだ。その話の後、もし興味が湧いたのなら聖望の会のラウンジに連れて行ってやろう。あの食堂にはあまりいい印象がないけど、まあどうせすることもないし。うん、じゃついてきてくれ。これは公爵様に旅人じゃないか。ようこそ特別許可食堂へ。本日のサービス食を食べに来たのか。ただ公爵様には先に断っとくが、スペシャルサービス食は今日用意してなくってな。俺は必要ない。
あんたらは？おいらも大丈夫だ。もっと美味しいもののためにお腹は開けておきたいからな。残念ながらみんなあんたの腕を買ってないようだな。だったら公爵様、どうにかして食材の種類を増やしてくれないか。じゃなきゃレパートリーも増やしようがない。食べ物がいらないなら飲み物を用意しよう。どれも仕入れたばかりのいいもんだ。お、それならいいな。ここってサービス食しかないのかと思ったぞ。普通の人には出してないからな。これは特別待遇だ。公爵様とお前さんたちだけのな。おいら特別待遇って大好きだぞ。じゃあおいらの分は2つくれ。それくらい余裕で飲めそうだからな。なあ、ちょっと待っててくれ。前回あんたらと会った時は少々慌ただしかった。あの後もいろいろあったせいで、こうして個人的に話す時間は作れずにいただろう。俺は物語を聞くのが大好きでな。あんたらがフォンテーヌで活躍した物語を耳にしてから、実際の状況がどんなもんだったのか聞きたかったんだ。それを話すと長くなるな。そりゃ謙遜が過ぎる。あんたの何気ない行動が新たな変化をもたらし、定められた運命を変えた可能性だってある。何を言ってもいいように捉えそうだな。さっき帽子をくれたやつはオイラたちに媚びを売りたいって隠さずに言ってくれたけど、お前はここの公爵だし、そんなことする理由なんてないだろ。いいや、あんたらはメロピデ要塞を救い、俺がこれからもここで愉快に過ごせるようにしてくれた。単純に敬服してるだけさ。あんたらに見合った賛辞を送ってるんだ。それの何がおかしい？なるほど、信頼感が原因ってわけか。仕方ないだろ、俺のやってきたことはどれも小さなことばかりだからな。俺は早くに犯罪者となりこの地へ流された。長くもがき続けたことでやっとここのボスになったんだ。あらゆる手段を使ってきた。まともなものもあれば口にするのがはばかられるものもある。だがここでは罪が課せられることはない。ただ勝者のみが王となる。どうだ、こんなことを知っても別に信頼感を高めることはできないだろ。そうだな。それにお前ってこれまで会ってきたやつとちょっと違う気がするぞ。その点についちゃ俺も自覚してる。だがそれでも俺があんたらを見る目に変わりはない。この友好な関係をぜひとも維持していこうじゃないか。公爵様、ご指示の通り、やはり荷物の山から申告されていない金製品が一箱見つかりました。とても巧妙に隠されていたことから、これは初犯ではないでしょう。現在荷物のルートを調べています。ああ、そうか。進捗があったらまた知らせろ。とりあえず物を置いて先に戻っていてくれ。はっ、公爵様。すまないな、この件を忘れるところだった。金製品ってなんだ？危ないもんじゃないだろうな。通常であればそういったもんじゃない。金製品とは一般的に秘密裏に持ち込まれた荷物のことだ。だが犯罪者どもの多くは何かしら飛び抜けた特技を持ってる。何の変哲もないものが突如として別のもんに化けるかもしれない。だから物資の管理は特に注意が必要でな。どれ？うん、大体予想してた通りか。おお、モラにお菓子、毛糸玉、ロープ、機械の部品、それに宝石まであるぞ。大量だな。また
お前が没収したってことは、つまりこれって全部お前のものになるのか？ああ、他に処理する方法もないしな。それってボロ儲けじゃないか。旅人、お前もどっかの公爵になってくれよ。ほう、さっき平和的な付き合いにうなずいたばかりなのに、もう俺の座を奪う気か？そこまで気に入るとは思わなかった。こうしよう、この中から一つ好きなものを選んでくれ。あんたへのプレゼントだ。本当か？どれでもいいのか？後悔するなよ。おいら遠慮しないからな。こんなことで冗談を言うわけもないだろう。そりゃ妙だな。俺にも見せてくれ。パイモンの言う通りだ。俺も不愉快な思い出が蘇ってきた。いいのか？この体験はあまり気持ちのいいもんじゃないぞ。なるほどな。じゃあ試してみるといい。体そのものに悪影響はないだろう。この宝石は俺が預かろう。後でじっくり調べてみる。パイモン、別のを選んでくれ。じゃあ、やっぱやめとく。お菓子にしようかと思ったけど、もう怖くて食べられないぞ。ああ、それがいい。念のため、箱の中身はすべて処分しておこう。ちょうど飲み物も空になる。次は聖望の会を案内しよう。紹介ついでに話も続けられるしな。毎日こんなに暇ってわけじゃないんだろ？今さらそれを聞くのか？最初に出会った時もこんな感じだっただろ？ようこそ、公爵様。聖望の会一同、お待ちしておりました。こちらのお二人はお客様でしょうか？ああ、紹介しよう。こいつは聖望の会の会長、ドゥジェイ君。ここはこいつらのラウンジだ。聖望の会は、ここで様々な飲み物やデザートを提供してる。書籍なんかも充実していてな。それに、こいつらは不定期にだが、イベントや講演会も開催する。その度に、とても賑やかな雰囲気に包まれるんだ。もったいないお言葉、ありがとうございます。我々はただ、同好会の形を参考に、メロピデ要塞にも似たような団体を作り上げただけです。皆さんはここに来たばかりの頃、土地勘もなく、知り合いもいません。心細く寂しい思いをすることになります。私にもそういった時期がありました。ただ私はこう思ったのです。これまでと同じようになんとなく過ごすのではなく、皆さんに変わるチャンスを与えてみてはどうかと。そうして公爵様の助力のもと、聖望の会は生まれました。お前も手を貸してたのか？大げさだな。
俺はただ手続きに則って審査を通しただけだ。あんたらもここに慣れてきたと思うが、ここの人間の多くは相変わらず自由放漫だ。嫌気を感じながら毎日を過ごしてる。だが心から悔い改め、自分を変えたいと思ってる人々にとっちゃ聖望の会はいい選択だ。はい、お互いに監督して注意し合う。不安定な精神状態を整えられるだけでなく、新しい友達も作れます。組織の運営はメンバーが自ら寄付した品物と特別許可券に頼っています。ここを含めてほとんどのものがそうして集められました。メロピレ要塞にこんなところがあったなんて。ところで、なんで聖望なんだ？特別な理由はありません。ただ組織というのは記憶に残る何かが必要だなと思っただけなんです。聖望の会での生活が特別楽しく自慢できるものでしたら、この帽子は誇れるシンボルになります。それに皆さんが集まって同じ帽子を目にした時、仲間意識をより強く感じられるでしょう。楽しみ、学び、助け合い、そして新たな人生を求める。これこそがこの帽子を通じてメロピレ要塞の人々に伝えたい私たちの理念です。簡単に言えば、この帽子を見るだけで優等生ってイメージを連想する。新人を募集する観点からも役に立つことだ。ええ、公爵様のおっしゃる通りで、それを見越してのことでもあります。さあ、立ち話もなんですから、どうぞこちらにお座りください。すぐに飲み物を用意してまいります。しばらくお待ちください。お二人とも、もしここに興味がありましたら、周りを見てきていただいて構いませんよ。そうだぞ、ついでに寄ったわけじゃなかったのか。おっと、バレてしまったか。どうやら冒険者の目は簡単にはごまかせないようだ。次に悪事を働くときはよく注意しないとな。冗談だ。ただ些細な相談に乗っているだけだ。そう時間のかかるもんじゃない。ここの状況はざっと紹介したが、俺の説明よりも自分の目で確かめた方が面白いだろう。なんだか話題をすり替えられた気がするけど、まあいっか。オイラもここが気になるし。あん、優等生のラウンジを見学してみようぜ。君たちが公爵様がお連れしたお客さんですね。今本棚の整理をしているんです。読んでみますか。一部の名作を除き、ここの本の多くは聖望の会のメンバーたちが書いたものなのですよ。ええ、大体が日記形式になっていて、聖望の会で自分がどう変化していったかを記録したものになります。ある人はお酒をやめて、ある人は裁縫を覚え、ある人は綺麗な字が書けるようになりました。私も写真を撮る技術を学びました。皆さんよく冗談でこう言っています。もし地上にいたら、一生かかってもこれに時間をかけて打ち込むことはなかっただろうって。それって空き時間が多くなったからか。それだけではありません。昔の私たちは新しいものに挑戦しようという発想がなく、ただ生きているだけでしんどかったんです。でもここでは公爵様と会長が私たちの暮らしを規則正しくしてくれます。私たちはただ何をやりたいかだけを考えればいいんです。やってみないと自分にどんな長所があるかなんてわからないでしょ。それにこの場所では何をしても世間の目に非難されることはありません。協調性とかも必要ありませんからね。なんだか心を休められる場所みたいだな。まさにそうなんです。誰もが力仕事が得意だったり喧嘩が好きだったりするわけではありません。
聖望の会があって本当に助かりました。ちょうどここの掃除も終わりましたので、読みたいものがあればご自由にどうぞ。あ、元の場所に戻すのを忘れないでくださいね。うん、安心しろ。聖望の会のラウンジへようこそ。何か聞きたいことはあるかな？オイラたち適当に見てるだけだから大丈夫だぞ。確かにそんな感じかもね。僕の仕事は新人メンバーに聖望の会の様々な設備や福利厚生を紹介することだから、会長からもう紹介を受けてると思うから、僕からは少し補足するだけにしておくよ。みんながいるラウンジの他にも、娯楽室、フィットネスクラブ、自習室などの部屋をいくつか設けてある。メンバーはそれぞれ自由に使うことができて、労働以外の空き時間を満喫できるようになってるんだ。おー、いいところだな。じゃあレストランはあるか？あったら特別許可食堂で食べる必要もなくなるだろう。ああ、悪いけどそれはないんだ。生活面のサポートは公爵様が全て管理していらっしゃるからね。でも僕たちは特別許可食堂とも協力関係にある。だからあそこの厨房を借りて簡単な料理をすることは可能だ。そうだな。こういうところに入れば罪を償う日々もそんなにしんどくなくなると思うぞ。ああ、これも会長が聖望の会を創設した時の趣旨でね。僕たちはみんなこの組織に入ったのを正しい選択だと思ってる。よう新入り。おいらのことか。ああそうだ、今から俺がやるみたいに思いっきり息を吸い込んでありったけの声を出してみろ。うわぁ。これは日々の自分を鼓舞するおまじないでな。俺のダチもみんなこれは効くと言ってくれてる。疲労やストレス、嫌な気持ちなんかをこうやって体から吹っ飛ばすんだ。そうすれば新しい一日を元気よく迎えられる。あんたたちもやってみろ。効果はこの俺が保証する。いや、遠慮しておくぞ。はっ。何恥ずかしがってやがる。まあいい、俺が言ったやり方を覚えておけ。いつかきっと役に立つ日が来るぞ。困った時は思いっきり息を吸い込んで大声で叫ぶ。はっ。一通り話してみたけど、みんないい雰囲気だったな。リオセスリがこの聖望の会を褒めてたのもうなずけるぜ。お、ちょうどドジェとの話も終わったみたいだ。戻ってみようぜ。あ、公爵様の仰せのままに。ああ、俺からは以上だ。おっと、戻ってきたか。ここはどうだった？あんたらの評価は聖望の会とドゥジェイ君に対する俺の評価にも影響してくる。そういった評価システムは聞いていませんでしたが、でも問題はありません。今の発展具合には自信がありますから。そうだな、よかったと思うぞ。けどまさかメロビデ要塞でこんなことをしてる奴がいるなんてな。全く想像もしてなかったぜ。それは、その、確かに、今のままでは少し薄っぺらいかもしれませんね。ここにいる犯罪者はまさに十人十色。心の欲求も大きく異なってくる。その欲求は獰猛な獣みたいなもんだ。そいつとちゃんと向き合わなければ、それの渇きのせいで、いずれ罪を犯す。だがその獣は、
満足さえすればまた穏やかになる。逆に、利用することだって不可能じゃない。つまり、心とうまく向き合うってことは、食材の道を行く上での第一歩、というわけさ。ええ。公爵様のおっしゃる通りです。聖望の会が創設される以前、自分のことで苦しんでいる人たちを多く見てきました。公爵様もそういった人々を目にしてきたから、私の今のやり方を認めてくれているのでしょう。みんな毎日労働したり、闘技場で戦ったりで結構充実してると思ってたけど。一部の奴らからすれば、確かにそれは充実に一役買ってる。だが他の奴らにとっては、あくまで気持ちをごまかしてるだけに過ぎない。そういえば、あなたたちはご存じないかもしれませんが、公爵様もたまに闘技場に参加されるんですよ。え？お前が直々に？まさか、あのカッチカチなナックルをつけたりしてないよな？いや、基本的につけることはないが。どうした？具合が悪そうだな。顔色が優れないが。先ほどは帽子を見つけていただき、ありがとうございました。すみません、失礼します。あいつ、相変わらず変わったやつだな。まあ、オイラはもう慣れたけど。ルシエ君、どういうことかわかるか？いえ、私にもよくわかりません。彼は普段から少し変わっているので、後で聞いてみましょう。何しろ、私は会長ですからね。困っているメンバーを助けられなかったら、それは私の責任になります。ああ、じゃあ頼んだぞ。さて、さっきはどこまで話したか。ああ、そうだったな。冗談に聞こえるかもしれないが、あの場所では誰もが本気でかかってくる。だが熱くなりすぎると手に負えなくなってな。俺のナックルは大体がそういった時の秩序を維持するために使われる。それと、ナックルだけじゃなく、この手錠もかなり役に立って。おっと。嫌な気分になる宝石だよな。なんでずっと持ち歩いてるんだ？少々特殊な代物だったんで持ち歩いてたんだ。カバンに入れとけば、これといって目立った影響もなさそうだったからな。ほら、公爵様のために早く拾って差し上げろ。あ、はい。とても美しい輝きの宝石ですね。割れていないといいのですが、念のため確認してみてください、公爵様。ああ、問題なさそうだ。ところでドゥジェ君、こういった宝石を見たことは？いえ、高級品のようですし、私なんかとは無縁でしょう。それもそうだな。さて、ぼちぼち用事も済んだところだ。今日はこの辺にしておこう。旅人には別の予定もあるしな。え？かしこまりました。皆さん、お気をつけてお帰りください。そこまでお送りいたします。お二人にお会いできてよかったです。ぜひまたお越しを。公爵様もどうか順風満帆な日々をお過ごしください。ああ、あんたもな。オイラたち別に予定なんてないけど、なんで急にあんなことを？
どうだった？聖母の会を一通り見た感想を聞かせてもらえるかい？おいらが見た感じ、なかなかいいところだと思ったぞ。リオセスリだってずっと褒めてただろ。お前が何を言ってたかはあんまり覚えてないけど、とにかくあいつらは新しい生活を前向きに過ごしてるってことだよな。でももしあいつらがうまくまとめすぎたら、お前の言うことを聞かなくなったりするんじゃないか？確かにその可能性はあるだろうな。だが現段階じゃ、こうして犯罪者の集団を管理する組織があることで、俺の仕事量を確実に減らしてくれてる。ついでに聖望の会が果たしてどこまでできるのか、そしてルジェ君がこの先どう考えてるのかもぜひ見てみたいしな。果たしてどう転ぶか。それにいささか不協和音が聞こえるんだ。不協和音？旅人はもうすでに気づいてるようだな。ああ、あんたなら気づいてくれると思った。ことの全貌はやや複雑だ。詳しい説明は後にしよう。だが現状が予想外なものになってるとだけは言っておく。俺は黙って処理しようと思ってたんだが、今となっては表に出さざるを得ないだろう。これからどうなることか。何言ってんだ？今からもう一度ラウンジに戻ってくれ。忘れ物をしたとでも言えばいい。俺の考えが正しければルジェ君はもういなくなってるだろう。だが会長の目がないからこそ、メンバーたちは面白い反応を見せてくれるはずだ。何言ってるんだ？もっとはっきり言ってくれよ。調査し証拠を集め、真相をもって審判する。これがフォンテーヌの主流でな。俺は久しく歌劇場のショーを見てない。少しばかり懐かしくなってきた。ああ、理由は後で説明してやる。だが今はまさにチャンスなんだ。もし聖望の会の奴らが全員出払ってたら、きっと何も聞き出せなくなる。報告しておこう。大丈夫だって、ただの忘れ物だし。それになんでわざわざあいつに伝えなきゃいけないんだよ。オイラたち、ここを探してみてもいいか？ええ、どうぞ。どうしたんだよ、
どうも、その、何か。聖望の会は設備が充実していて、福利厚生も整ってる。さっきも紹介したはずだよね。他のことは僕もよく知らないよ。お前も知らない？あ、ごめん、今のは気にしないで。つまり、もう話すことはないって意味だから。また本棚の整理をしてるのか？ええ、すみません。今はここの本をお読みいただけません。別に読もうとはしてないけど、さっきはすごい親切に勧めてたよな。すみません、すみません。おい、でかいな。なんだよ。お前が教えてくれた発声法だろ。まずは思いっきり息を吸い込んで大声で叫ぶって。そうだった。覚えるのが早いな。飯を食って少し眠くなっただけさ。その、俺だってずっと元気ってわけじゃないから。探し物だよな。近くにはあると思うが俺は見てない。なんかここの不気味な感じがオイラにも伝わってきたぞ。あいつら何かに怯えてるみたいだったな。戻ったか。ラウンジの様子はどうだった？さっき会った奴らがまるで別人みたいになってたぞ。なるほど。これで俺の予想も裏付けられたというわけか。聖望の会の不協和音とは、つまるところ、あのメンバーたちが時折見せる狼狽のことだ。そういえば、ラウンジであいつに会った時も、ひどく怯えてたし、驚いてたよな。まあ、そもそも最初に帽子のことを心配してた時点で、すでにおかしかったけど。ああ、俺があいつの帽子を取ったのも、それが理由だ。なるほど。ってお前が取ったのかよ。その背後にある真実を知りたかったんだな。ルジェ君が言ったように、メンバーの中には精神状態が不安定な者がいる。だがそれは一部のメンバーだけに限った話じゃない。始めたばかりさ。ルジェ君が俺のために細かな根回しをいろいろとしてくれていたようだが、今にしてみればその演出がいささか過剰なもんだった。おかしいと思ってるなら聖望の会の連中をパパッと捕まえちゃえばいいじゃないか。公爵のすることに理屈なんて必要ないだろ。どうやらあんたはこの俺よりも公爵様の名にふさわしいらしい。無知をあんたに渡してやりたいくらいだ。だが、無知ってのは何も人を叩くためだけのものじゃない。見せるという使い方もできる。俺がどんな環境を作りたいかは、ここにいる奴らに何を見せたいかで決まる。あいつらの目には、俺が少なくとも話の通じる奴だと映っていてほしいんだ。言ってることが難しすぎてよくわかんないぞ。ああ、そういうことだ。もし俺がへりくつを言えば、ここにいる奴らまでへりくつを言い出すだろう。だから、たとえドゥジェ君が馬脚を表していたとしても、確たる証拠がない限り、俺も態度を変える気はない。なるほど、そういうことか。聖望の会の会長は何らかの方法を使ってメンバーたちを洗脳してるんだな。いつもは前向きな姿を見せてるけど、それはあいつらの本心じゃなかったってことか。
な。目に見えない手段で洗脳していたとして、ドゥジェ君側からするとメンバーを元気づけることとやる気にさせることには何のメリットもない。だが今日の訪問で俺からのサインを理解する奴が現れるだろう。もうじき魚がおとなしく泳いでくるはずだ。魚？サイン？まずは夜まで待とう。監視たちが調査するにも時間が必要だからな。時間になったら俺の執務室まで来てくれ。おい、もっと説明してから行けよ。まったく。やっと夜になったな。リオセスリの言ってた調査も終わったはずだ。あいつが何を考えてる。今晩は美味しいサービス食を引き当てられたか。世間話はいいから、聖望の会の件はどうなったんだよ。そう焦るな。物事が熟すまでの間、俺らも考えを整理して疑問を払拭しないといけない。俺が聖望の会に問題があるかもしれないと気づいた時、真っ先に思い浮かべたのは、なぜ誰も俺に真実を話さないのかだ。確かにそうだな。もしかしてあいつらが怯えてるものって公爵でさえ解決できないようなものってことか。仮にそうであったとしても、俺に確認しないことにはわからないだろう。一人や二人ならまだしも、全員がそう思ってるのは不自然だ。俺が思うに、可能性として一番高いのは、真実を知ったとしても俺が味方になってくれないと確信してるからだろうな。ああ、ドゥジェ君はあいつらに何か言い、俺が肩を持たないってことを匂わせてるんだろう。だから、俺のやるべきことは、その嘘を破り、俺の態度をはっきりと示してやることだ。たく、もともとはもっと密かに処理しようと思ってたんだが、あんたらがああも大っぴらに帽子をなくした奴のことをバラしてくれたもんだから、あの場にいた全員は俺らがこの件を調べてると感づいたはずだ。ドゥジェ君含めてな。なるほどなぁ。って、あれ？もしかしてオイラのせいなのか？あいつは帽子をなくしたことをドゥジェ君に知られるのを恐れていた。聖望の会に戻っても、決してそれを自分から口にしなかっただろう。だが会話の中で、あいつが帽子をなくしたことをドゥジェ君は知った。しかもよりによって、俺らがその帽子を拾ったとなれば、ドゥジェ君の警戒心は、一瞬で限界に達するに違いない。ああ、俺もそう考えてる。たかが帽子で人があんな風に怯えるわけがない。ドゥジェ君に時間を与えれば、奴は真実を隠そうと動くだろう。そうなれば、せっかく見つけた手がかりも途絶えるに違いない。だから考えた末に、わざとあの黒い宝石を落としてみたんだ。あの場にいた全員の反応を見て、俺は満足した。え？あれってわざとだったのか？ああ。あの金製品の箱は、そもそも聖望の会の疑惑がきっかけとなって、最終的に押収したもんだ。ま、あいつらがあの宝石を見たことはあるかどうか、俺も確信はなかった。だが、あの状況では他に方法もなかったからな。やむにやまれず賭けに出てみたってわけさ。その通り。俺はあれが何なのか知らない。
つまり事態を把握してないっていうメッセージをあいつらに伝えたんだ。さらにあんたらは名の通った二人だ。悪事や暴行を見過ごすことはしないだろう。あんたらがいることでこちらは加害者ではなく手を差し伸べに来た存在だと意思表示できる。オイラたちのことまで計算に入れてたのか。悪いね。事情がこうも複雑なせいで説明するにはいささか時間がかかりすぎる。だからまずは自分の目で確かめてもらった方がいいと思ったんだ。だが安心してくれ。これで俺らの間に情報のズレはなくなった。すべて共有したからな。無理にとは言わん。だが、あんたらには引き続き協力してもらいたい。聖望の会の裏にある秘密を暴くためにな。さて、手伝ってくれるかい？少しムカつくけど。ああ、心から感謝する。現状、二つのことがまだ判明していない。一つは、聖望の会のメンバーの帽子には、一体何が隠されてるのか。帽子は調べてみたが、特に気になるところはなかった。もう一つは、黒い宝石の具体的な用途だ。それを知る奴は皆、秘密を明かそうとしない。俺の送ったサインで、勇敢な魚が一匹でも池の外に出てくれたらいいんだが。ただ待つのも退屈だ。音楽でも聴くとしよう。心配なので中に入れていただきたいのですが。ああ、入ってくれ。ごめんなさい、ちょっと緊張していて。そちらの二人は一緒にラウンジまで来ていたお客さんですよね。ええ、フェソレから聞きました。彼は私の恋人なんです。ただ、とても危険な状況になっていまして。落ち着け。慌てず話すんだ。聖望の会で何があった？すみません。でしたら、あなたたちが最後にフェソレに会った時のことからお話ししますね。ラウンジで会った時のことだよな。ええ。彼はあの場から急いで逃げ出しました。ただ、聖望の会のメンバーが、彼を捕まえようと大勢で追いかけてきたのです。それでも彼は何とかして私を見つけて事の経緯を教えてくれました。彼は分かっていたんです。ドゥジェの信頼を得られなくなった以上、彼を待っているのは極めて残酷な訓戒だということを。訓戒？はい、それは聖望の会のメンバーであれば誰もが恐れているもの。ドゥジェイが自分の支配を確立するための最も重要な手段でもあります。言葉で説明するより直接お見せしましょう。すべての秘密はここにあります、公爵様。急いでどこに行ったかと思ったらここにいたのか。申し訳ありません、公爵様。お恥ずかしいところを見せてしまいましたね。エイビスはメロピデ要塞に来てから精神状態がずっと不安定でして、よく幻覚を見たりデタラメなことを言ったりするんです。彼女の言ったことは全て妄想だと思っていただければ。ノックの音を聞いた覚えはないんだが。申し訳ありません、公爵様がびっくりされるのではないかと心配だったもので、あまりに急いでいたため礼儀を欠いてしまいました。
どうかお許しください。そんな嘘誰も信じないぞ。そう言わないでいただきたい。人は弱者を信じたくなるものです。でも公爵様は理屈を重んじるお方。その理屈を重んじるお方は、彼女のそのデタラメとやらをまず先に聞きたい。かしこまりました。あ、そうそう、ペソレさんはすでに見つけましたからご安心を。帽子をなくしたくらいで何をビビっていたのでしょうか。でも幸い彼はもう落ち着きを取り戻して帰りました。心配する必要はありません。ごめんなさい公爵様、私もう話すことはありません。あんたが恐れてるのはおそらくこれじゃないか。心配しなくていい、俺が公平を貫いてやる。私そんなの見たことはありません。公爵様、彼女はもう何も言いたいことはないようです。これ以上迫っても信憑性のある話は聞けないでしょう。安心しろ、何も恐れることはない。俺に話さえすれば公爵の名をもって保証してやる。それらが二度とあんたを傷つけないことをな。公爵様、はあ、もういいです。私は黙っていましょう。言うべきことはすべて言いましたから。申し訳ありません公爵様、もう本当に何も話すことはないんです。どうかこれ以上聞かないでください。そんな。それではエイビスは連れて帰りましょう。公爵様の静かな夜をお邪魔してしまい改めてお詫びいたします。エイビス君、あんたの頭を見せてみろ。これは命令だ。何もない。公爵様、私の言葉にうんざりしているのは分かっています。ですが私を信じてください。あなたが考えすぎているだけなのです。西方の会は今まであなたとここの看守たちに迷惑をかけたことがありません。みんな一生懸命生きることと労働に励んでいます。どうしてそこまで堅くなに食い下がるのですか。現状に悪いところなどありませんよね。公爵様が命令を下せばどんな指示であろうと私はそれに従います。こんな私をどうして排除しなくてはならないのでしょう。そういった言い分は耳にタコができるほど聞いてきた。もし俺があんたの言葉と真実に大きな矛盾を見つけたら何が起こるか分かってるよな。私のしてきたことは全てメロピデ要塞のためになることです。西欧の会はいつでも公爵様の監督と視察を歓迎いたします。さて帰りましょうエイビス。人は遅かれ早かれおごりの代償を払う。あいつはとうに準備を終えていて矛盾を指摘されることを恐れていない。ならなおさら奴の挑発に乗り衝動的に行動するのはナンセンスだ。聖望の会のメンバーは全員人質だ。もしルジェイ君が帰ってこなければあいつの部下はきっと行動を起こすだろう。これもあいつが俺の前で好き勝手に振る舞える理由なのさ。秘密は帽子の中にも頭の上にもない。そこを調べても何も見つけられないとルジェ君は最初から分かってた。だから慌てなかったんだろう。だが聖望の会の規則からして秘密はそこにあることを意味して
確かに妙だよな。一体何を隠そうとしてるんだ。デジェイの態度を見る限り、彼は俺たちが証拠を見つけられないことを分かってた。頭の上に何もないのなら、どうしてエイビスは帽子を脱いだんだろう。帽子は明らかに秘密を隠すためのものなのに。一つ思いついたことがある。だが。お、なんだなんだ、聞かせてくれ。うん、これのことだな。彼女はヘアピンに何かを隠していた。これならルジェ君の目を騙すことができ、奴が去る時にも気づかれないと踏んだからだ。つまりエイビス君は恐怖で口を閉じたんじゃない。もう何も言う必要がないから口を閉じたというわけだ。さて、少し調べてみよう。ヘアピンから細長い霧が見つかった。中は空洞で、釘や棘のようにも見える。まだチンポンカンポンなんだけど。それをこうしたらどうなる。おいおい、お前いきなり何して。あれ、宝石の中から黒いものが湧いてきたぞ。しかも棘の中にその一部が吸い込まれていってる。あんたらも聞いたことあると思うが、水の中には人間の最も強い感情が凝縮されてる。この液体はおそらく生成された恐怖を凝縮した液体だ。なるほど、だから手に持っただけで嫌な気持ちになったんだな。これが訓戒の正体のはずだ。この液体が直接脳内に注入された時、どんな苦痛が頭を駆け巡るのか俺には想像しがたい。だがおそらく一生分の恐怖が一斉に襲ってくるんだろう。苦難、孤独、どこにも逃げられない。だからあいつらは怖くてたまらないんだ。要するに帽子で隠してたのは傷口ってことか。ま、それだけじゃないかもしれないがな。事態は1分1秒を争う。急ぐとしよう。全ての手がかりを隠蔽させるわけにはいかないからな。公爵様、ここの聖望の会のメンバーは我々が取り押さえました。つい先ほど彼らは急な命令を受けたのか、ここから離れようとしまして、あまりにも異常な行動だったため先手を打たせていただきました。今公爵様に知らせに行こうと思っていたのですが、まさかその前に来ていただけるとは。よくやった。こうなると思って事前に準備してたのか。本来は監視するよう命令しただけだったが、今となってはちょうどいい。聖望の会が活動している場所を全て捜索し、そのメンバーを全員連れてきてくれ。はっ、直ちに向かいます。さて、ここの奴らはやはりな。どいつも頭に傷がある。中空の棘が丸ごと埋め込まれてるようだ。し
ここで見なくてよかった。びっくりしたぞ。おいら他のところを見てくるな。この訓戒の成果こそルジェ君を安心させてるもんだ。こいつらは想像を絶する苦痛を経験したに違いない。他の場所も調べてみよう。違ったり作者の名前が違ったりするだけだ。たく、聖望の会のメンバーが書いたとか言ってたよな。何を見つけたと思う？ブラウズポートっていうもんだ。この装置を使うことでラウンジ内の行動を遠くから監視できる。これさえあればドゥジェ君本人がここにいなくてもあいつの目は決してここから離れない。ああ、シナリオにも命令にもないことが起これば戸惑ってしまうもんだ。下手に動けば失態を犯してしまう可能性がある。ならいっそ行動を控えめにするか、あるいは何もしなければいい。ドゥジェ君のあいつらに対する飼いならしはすでに完成してる。公爵様、大変です。どうした？彼らの活動場所に誰もおりませんでした。それどころか一度も使われた形跡のないものが数多くあり、また意図的につけられた使用跡も見つかりました。例えば水垢やホコリといった跡などです。また聖望の会のメンバーの部屋も調べましたが見つからず、情報によると彼らは長いこと帰っていないようです。そうか。人が消えた？まさか。ああ、もしドゥジェ君が恐怖だけを利用して管理していたら告発者の出現を止めようがない。そして真実が明らかになれば、あいつが長い時間かけて作り上げてきた嘘は機能しなくなる。つまりラウンジや娯楽施設、普段ここを出入りする聖望の会のメンバーを含め、その全てはドゥジェ君が丹精込めて練り上げたショーに過ぎないというわけだ。最も成績を出した者、最も従順な者だけがドゥジェ君によって役者として選ばれる。じゃあどこに行ってあいつを探せばいいんだ？そうだな。もしあいつが囚人を他の場所に拘束していたら監視はきっと気づくはずだ。だがそれらしき報告はまだ受けていない。ドゥジェ君はおそらく監視を買収したんだろう。ああ、行こう。あんたらもついてこい。買収された監視はここに逃げ込んだのか？おそらくな。情報が耳に入ればドゥジェ君に助けを求めるほかない。このまま下に向かうと廃棄されたエリアがある。ドゥジェ君がメンバーを拘束するにはある程度のスペースが必要だ。そこを占拠してる可能性は高い。方向性は合ってる。次は例の監視を見つけ出せばいい。急ごう。俺らはこっちを。
あんたらはそっちを頼む。あいつらを取り押さえろ。利用せずにだ。さっさと連れ去るぞ。ルジェー君の命令で来たのか。どうしてあの看守に手を出した。進んで協力すれば、生産の際に上場酌量の余地ありとして見てやる。会長はあいつが来るのを恐れてたんだ。うちらの拠点を暴くんじゃないかって。本来ならそのまま奴を下に投げるつもりだった。だがそこにお前たちが現れた。つまり拠点はこの先にあるんだな。ああ、道に沿って降りていくと排水用のパイプが見える。その中に入ってまっすぐ行けば着く。監視、こいつらを連れて行け。さて、降りてドゥジェイ君に会って奴の真意を確かめよう。ここは廃棄された作業エリアだ。経費の問題でずっと放置されてた。普段ここを巡回してる奴もいるんだが、どうやらそいつもルジェ君に買収されたんだろう。さあ、行くとしよう。あいつはサプライズをたくさん用意してくれてるはずだ。いいかい。恐れなくていいし、罪に向き合うな。岩山八九、逃げるなって。もう危険はない。監視どもと一緒にここから離れておく。警備ロボまでいるなんて、あいつ相当念入りに準備してきたみたいだな。
警備ロボの紛失や妙な廃棄申請、そういった異様な出来事については以前から気づいていた。あいつも俺と正面から向き合う覚悟ができてるようだな。あれ、なんだこれ。何かのガイドラインのようだ。見せてみろ。聖望の会の規則がずらりと並んでやがる。こっちが本物ってわけか。勝手に離れるな。互いに話をするな。五人一組のチームを作り、規則に違反した者が現れたら全員を罰する。他人の違反行為を告発した場合、報酬として食料と水がもらえる。やはり、そういうことか。こんなのあんまりだぞ。理不尽にも程がある。ここに囚われた者は食料や水を得るために他人を告発しなければならない。だがその行為は他人が罰せられることを意味する。あいつらは規則を破ることを恐れて互いに話すことをやめた。そして告発によって猜疑心と憎しみを抱くようになり、やがて孤立していく。それが長く続き、次第にドゥジェイ君の奴隷になっていったというわけだ。覚えてるか？パイモンが黒い宝石に触れた後、あの箱の中にある菓子にまで警戒するようになったのを。こいつは明らかに食い意地が張ってる。だというのに感情に揺さぶられて滅多に見せない選択をした。オイラを例に挙げる必要ってあったか？それにオイラは間違ってなかったと思うぞ。ああいった状況なら慎重に選択すべきだろ。ああ、あんたの選択は理にかなったもんだった。だが他人からしたらそれは感情によって歪められた末の正しい選択に見えたかもしれない。人の心は海に浮かぶ小舟のようなもんだ。一見航路をコントロールできているように見えても、実際は常に風や波に流されていて、最も危険な場所に行き着いてしまう。恐怖で波風を立てるのなら、必ずや代価を払わなければならない。俺の記憶が正しければ、この先はここの中核を担うエリアだ。だが、扉が閉まってる。ドゥジェイ君とケリをつけるより、聖望の会のメンバーをできるだけ多く救う方が優先度としては高い。あんたらはここで待ってろ。俺らは扉を開けて、この先に行ってくる。扉を開けるって、ここにある装置を使うってことだよな。どうしたらいいんだ？まあいいや。適当に触ってみようぜ。
みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。行ってらっしゃい。始めよう。それもっと泣きわめく。恐れなくていいさ。罪に向き合うんだ。少しいいかい。と同じようにまずは目の前にある装置を起動してみろ。何か変化が。わあ、装置が何かに引っかかってるみたいだ。一緒に回ってくれないぞ。どうしたらいいんだ。ここは牢屋のようだ。うん。空きがたくさんあるな。おそらくドゥジェ君は、ここにいた大半の奴を他の場所に連れて行ったんだろう。まずは、ここに残された人たちを助けようぜ。一人でも多くな。私は外に出ない。もう二度と出るものか。近づくな。私を面倒ごとに巻き込むな。違うぞ、落ち着いてくれ。オイラたちは悪いやつじゃないんだ。過度なストレスによる反応が出てる。しばらくまともに会話はできないだろう。ここにいる者は多かれ少なかれこういった状態にあるのかもしれない。ここは一旦監守に任せて、俺らは。わかった。まずは出口を探そう。
ここはあんたらに任せた。全員無事に外へ連れ出してくれ。はっ、承知しました。公爵様もお気をつけください。我々はここでいつでも命令を待っています。ああ、あんたらは自分の仕事をこなしてくれればそれでいい。俺には十分頼れる助っ人がいるからな。さて、戻って確認するとしよう。最初のホールにある仕掛けも同じ装置で固定する必要があるようだ。そうすれば収穫エリアへの扉も開くことができるだろう。それを忘れずに持っていけ。怒りに震えている。聖望の会に規則を軽視する者が今なお存在することに。フェソレ、エイビス、この二人が聖望の会を裏切った。いいか、裏切り者がどのような代価を払うことになるか、ここにいる者たち全員の目に今から焼き付けてやる。さあやれ、エイビス。その棘を彼の脳に刺し、疎通の水をゆっくりと注入しろ。一滴、一滴ずつだ。すべて注入するまで手を休めるなよ。ごめんなさい。大丈夫。僕は耐えられるから。死後は慎め。
誰が喋っていいと言った？私が定める規則は、至高なる鉄の掟。ここの原則を破ろうとすれば、さらなる罪が課せられるぞ。そこまでだ、ドゥジェイ君。あんたの土地狂ったわめき声には、ヘドが出そうになる。公爵様？リオセスリー。リオセスリーか。あなたが来ることは予想していた。けど、まさかこんなに早いとは。あなたは結局、私の言ったことを理解してくれないのか。こんなにたくさんのケーキを持っているんだ。一つくらい私に分けてくれてもいいだろう。あんたは、分けると奪うの違いを分かっていないようだ。それに、あんたの食べ方は、見るに耐えないほど汚い。何正義の使者を気取っている。まさか、忘れてないよな。メロピネ要塞にいる連中はどいつも罪人だってこと。ここにいる奴らは全員、悪事に手を染めた卑劣なクズ中のクズなんだぞ。そんな奴らが罰を受けて何が悪い。すべて自業自得だ。あなただって、こいつらの命なんて重く見てないだろう。メロピネ要塞が機能し続けさえすれば、あなたは十分な利益を得られる。違うか？残念ながら、俺はあんたと違う。一度もこいつらを効果として見たことなんてない。メロピネ要塞は囚われの地であり、そして、公正の地でもある。こいつらはここで落ちぶれることもできれば、救いを求めることだって可能だ。肉体には限界があるが、精神は常に自由であり続ける。確かにこいつらは過ちを犯した。だがそれでも、こいつらは家族や友人、大切なもんを持つ、血の通った人間だ。肝心なのは、過去を整理し帰り見た後、これからどう生きていくか。その選択権は、こいつらの手に委ねられるべきだということ。だがあんたは、恐怖でその精神を殺してる。こいつらを考えることのできない奴隷へと作り変えた。それを自業自得だと。自分を何様だと思ってやがる。こいつ、すごく怒ってるぞ。あなたは私の傲慢さを笑い、私はあなたの甘さを笑う。リオセスリー、あなたは考えが未熟すぎる。メロピネ要塞を本気でいいところだと思ってる人が、ここにいるとでも？いや、それは今も、ましてやこれから先も起こり得ないこと。あなたが飴をくれたからといって、その素晴らしさを覚えようとする者はいない。罪人を従わせるのに欠けている者は無知だ。もう少し気づくのが遅ければ、メロピネ要塞の警備ロボはすべて私の手に落ちていたところだったよ。さあ、神の目を持っていようと、この強大な創造物を相手に、いつまで耐えられるだろうね。大口を叩いてる割に、それっぽっちの見識しか持ち合わせてないとはな。なら、あんたの要望に応えてやろう。万弱天道、ここにある属性を見下ろす。へいや、これはやっと。へい、みんなは俺が守れ。へい、信頼感度。寒いから気をつけろよ。逃げるな。
恐怖が全てを支配できると思うのなら、俺に恐怖を見せてみろ。選ぶるな。あなただって罪人だろう。罪人なんか全員くたばっちゃえ。バカな。俺がそんなに怖いか。銃を向ける勇気すらないと。待て、メロピネ要塞では試験や拷問は禁止されてる。公爵だろ、身をもって範を示すべきだ。ああ、確かにそうだったな。じゃあ今日からそのルールは廃止だ。ここじゃルールはただあんたらを縛るための道具。公爵が誰かを殺すのに理由なんて必要ない。わかったか。悪いな、時間がかかってしまった。待ちくたびれたんじゃないかい。そんなことないぞ。こんな風に気遣いのできる一面がお前にもあったんだな。いや、真逆だ。俺は無力だ。あいつらが日々直面してる恐怖に共感することができないんだ。慰めにしても償いにしても、あいつらの心の傷を修復することはできないかもしれない。これは俺の責任であり、メロピデ要塞の責任でもある。ああ、これくらいは解決できないとな。そうだ、あの悪党はどう処理するつもりだ。ドゥジェ君か。もう決めてある。しばらくは何もしない。え、なんでだよ。これから毎日自分がどんな目に遭うのか想像させるのはあいつにぴったりの罰だろ。懲罰の形式も日程も一切教えずにな。もちろんこれは情けをかけてるわけじゃない。何しろ遠慮なしにやっていい相手なんて滅多にいないからな。聖望の会のメンバーと話して奴が普段どんな手段を用いていたか把握するつもりだ。それを全部身をもって体験してもらわないとだろ。お前が怒るとこんなに怖いんだな。うん、おいらこれから気をつけて話そうと。俺があんたらにそんなことすると思ってるのか。はぁ、嘆かわしいな。ま、冗談はさておきだ。今回は協力に感謝する。まだ後始末がかなり残ってるんだが、そうだな。こうしよう。二日後、特別許可食堂で飯をおごらせてくれ。その時には、事件もいろいろと進んでるだろう。え？いらないぞ。もう食べ飽きたし。安心しろ。サービス食じゃない。俺が手配する。よーし、約束だぞ。Thank you.
来たか。ご飯に関することは絶対忘れないぜ。こいつが忘れてたとしてもオイラが知らせてやるからな。いやいや、そういう意味じゃなくて、ビオサソリならわかるだろ。さあ、よくわからないな。おい、なんでだよ。冗談はここまでにして、実はいい知らせがある。医師の診断によると、頭からあの中空の棘を摘出するのは難しくないと分かった。しばらく静養すればあいつらも良くなるだろう。精神状態に関しては大部分のやつがかなり回復してる。だが状態が比較的深刻なやつも数名いてな。そいつらは重要観察リストに加えることにした。へえ、なかなか頼もしいじゃんか。当然だ。俺の縄張りで起きたことだ。俺が解決しないとな。ああ、なんだ。言ってみろ。それは、話すと長くなるんだが、俺にも似たようなことがあったんだ。子供の頃に寄宿してた家で経験したことでな。俺は孤児だった。引き取ってくれたのは、そりゃもう優しい夫婦だ。俺にはたくさんの兄弟姉妹がいて、みんな仲が良かった。父と母は、子供が成長すると、より良い条件の家庭に預けて、また新しい孤児を養子にする。本当に日の打ち所がない親だった。そう、俺はずっと思っていた。思っていた？後になって気づいたんだ。俺ら全員、親に飼われてる家畜だってことをな。俺らを育ててたのは、市場で売るためだったのさ。売れた子はいなくなる。どんな目に遭うのかは誰にもわからない。そして、売れ残った子は処分される。知ってるか？俺はかつて、自分がとんでもなく幸せな奴だと思ってた。俺の親友、兄弟姉妹、みんな俺と同じように思ってた。真実に触れたのは、俺が初めてじゃない。俺より前に、この真実に触れた子たちは、例外なく処分された。あいつらの結末と、親が見せる微笑みが重なり、なんとも皮肉な光景を見せた。ああ。あいつらは幻想を作り出し、嘘で私欲を満たした。残忍な手段も厭わずにな。その行為が、人を完全に破壊してしまうなんて思ってもみなかったんだろう。あるいは、全く気にしてなかったか。だが、俺はそれが勘に触った。だから最終的に俺は、あいつらの息の根を止め、すべての子供を解放したんだ。まあ、それで有罪判決が下され、メロピデ要塞に来ることになったんだが。そんな。あまりに過激すぎる手段だった。当時俺はまだ10代。誰よりも信頼してた人に裏切られたんだ。もっといい解決策を信じようともしなかった。疑いと、行き場のない怒りに突き動かされて、当然の結末を迎えたってわけさ。いい。感想なんて聞こうと思っちゃいない。他人がどう思おうと、俺は俺らしく、こうして生きてきたんだからな。だが少なくとも、今俺が手に入れた居場所で、同じ悲劇を繰り返させるわけにはいかない。皆さん、今よろしいでしょうか？エイビスにフェソレ、お前らもう大丈夫なのか？ああ、君たちがギリギリのところで駆けつけてくれたから、これといって怪我はなかったよ。実は今日、急に皆さんの元を訪ねたのは、公爵様に手伝ってほしいことがあるからなんです。ああ、
それが理にかなった要求であれば、最善を尽くそう。実は僕、エイビスとメロピレ要塞で結婚式を挙げるつもりでして。お前ら、結婚するのか？なあ、聖望の会で知り合った後、僕たちはデュジエの罠にはまってしまったけど、そんな状況でも、僕たちはお互いを疑うことがなかった。どれも全部、ドゥジェイが僕たちを仲違いさせようとしたものだって確信してたんだ。今回の一件を経て、僕たちはお互いに一生信頼し合える人だって思えた。災い転じて福となすっていうやつですね。彼は私を捨てなかったし、私も彼を捨てなかった。ただ、私たちは罪人です。メロピレ要塞では、このような派手な祝い事をするべきではないかと思いまして、それで悩んでいるんです。これって、身に余る願いでしょうか？うん。俺の記憶じゃ、メロピレ要塞で結婚式が挙げられたことは一度もない。だが、別にいいんじゃないか？俺が用意してやる。何か特別なものが必要なら、水の上から運んでこよう。本当ですか？ありがとうございます、公爵様。実は僕たち、ケーキが終わった後も、ここに残ろうかと考えているんです。ええ。ここには特別な思い出がたくさん詰まっていますから。今更離れるには、ちょっと名残惜しくて。公爵様がいてくれれば、ここの未来も安心できますからね。あんたらの信頼は、俺への最高の褒美。といったところだな。残ってくれる人がいて嬉しいだろ。そうだな。これは服従よりもずっと貴重なもんだ。